高社長のチーム D 大学。さあ、それではチーム D 大学行ってみましょう。今日のテーマは好きになれない人への対処法。皆さんにはどうしても好きになれない人がいませんか？さあ、皆さんはこんなことに悩んでいないでしょうか？どうしても好きになれない人がいる。例えばお客さん。私の仕事はコンサルティングなんですけども、コンサルティングをしようと思ったらお客さんのことが好きかどうかすごく大事なんですよね。その組織のことが好きで、どうしたらその組織が良くなるのか、これが好きじゃなかったら支援するモチベーションってものすごく下がるんですよね。でもなんとなくあの人苦手、どうしても好きになれない、そうなるともう支援するのが苦しくなってくる。こういった経験が私の中でもあるんですよね。部下のことが好きになれない、自分が上司であればその部下のことは好きになってあげたい、でもなんか好きになれない、もうイライラしてですね、もう顔も見たくなくなってくる。上司のことが好きになれない、あの上司の考え方が気に食わない、納得がいかない。仕事において好きになれるかどうかってすごく重要なことだと思うんですね。でも好きになれないとしたら、好きになれない自分ってどうなんでしょうか？そんな風に自分を責めてしまう。もっとお客さんを好きになればもっと頑張れる、部下のことを好きになればもっと育てられる、上司を好きになればもっと一緒に頑張れる、好きにさえなれば結果が出るのにどうしても好きになれない、そんな時にどうすればいいか解説したいと思います。それでは行ってみましょう。どうしても好きになれない人に出会ったら、皆さんには2つの選択肢があります。1つ目の選択肢は好きになる方法を身につける。どうしても好きになれないとしてもまだ諦めるのは早いですね。実は好きになる方法があるんです。私はこの考え方にものすごく救われてきました。やっぱりですね、好きじゃない人の支援、これは大変なんですよね。だから好きになる、好きになるにはどうしたらいいか、それはですね、ある法則を使うと実は人は好きになれるんですね。それは何かというとですね、人は知らないものを好きになれない。どうですか皆さん、知らないものって好きになれますか？例えば車がめちゃくちゃ好きな人って車について詳しいですよね。ボクシングが好きな人はボクシングについて詳しいですよね。何にも知らないのになんとなく好きだな、そうはならないんですよね。やはり知っているからこそ好きになる。そして人は知れば知るほど好きになっていく動物なんですね。この知るという行為と好きという現象、この順番なんですけども、好きなものっていうのは知りたくなりますよね。知りたくなるからさらに知る、そうするとさらに好きになる。一方で知らないものっていうのは好きじゃないですから、さらに知りたいと思えないということで、知るという行為と好きになるという現象が相関するがゆえに、知らないものは好きじゃない、好きじゃないものは知りたくないということで、このスパイラルを抜け出ないと好きになることはできない。であるならば知りましょうと。知る場面をいかに作れるか、その知る場面を設計できればどん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 好きになっていくメカニズムというのは出来上がっていくんですね。なので皆さんが好きになれない人、好きになれないもの、好きになれない仕事、よくよく思い出してみましょう。ああ、ボクシング全然好きじゃないな。じゃあそれを知る場を持つ。ボクサーってどんな生活なんだろう。何を考えてどういう目標で何が喜びで働いてるんだろう。車は好きになれない。好きな人は何で好きなんだろう。そういう話を聞いたり実際にやってみたりすると、もちろん知識が増える。知れば知るほど、ああこれは面白いな、確かにいいな、そんな風にですね、知れば知るほど好きになる。だから私はご支援することになった企業の商品は必ず使ってみるようにしてるんですね。例えば飲食店であれば、そのお店を作った経営者と一緒にお食事に行くとですね、その社長が説明してくれるんですね。この商品はこういうターゲットでこういう狙いで作ったんですよね。そういう背景を知るとですね、あ、確かにその人にとってはすごくいいかもしれないなというふうに、知れば知るほど好きになっていく。なので苦手な食べ物とかもですね、その食べ物が好きでたまらない人と一緒に食べる、どこが美味しいのかを知ろうとする。そうすると、あ、この苦味が美味しいんだ、この匂いが美味しいんだ。コンサルタントになりたての頃はお酒、好きなお酒少なかったですから、焼酎好きの社長と一緒に飲む時には自分も焼酎を飲んでみる、ウイスキー好きの社長がいたらウイスキーを飲んでみる、そんな風にですね、なるべく好きな人の情報を得ようと、そんな風に頑張っていたんですね。そういう努力をしているとどんどん相手のことを好きになっていける。これはですね、非常におすすめな方法なんですが、それでも好きになれない、知れば知るほど嫌になっていく、そういうこともありますよね。やはり人間であればどうしても好きになれない、そういうものもあると思います。その時はどうするか、好きにならなくてもいい方法を身につける。どうしても好きになれない、好きになりたい、その好きになる方法を試してもうまくいかない、だとしたら好きにならなくてもいい方法、
これが何かというとですね、私の大好きな言葉に、人を見るな、目標を見よ、この言葉があるんですね。好きになれない人がいることで悩んでいる、これはですね、好きにならないとうまくいかないという思い込みがあるんですね。もちろんお客様を好きになればもっと頑張れるし、部下を好きになれれば、上司を好きになれればもっと仕事がうまくいく、そういうふうに思うわけなんですけども、本当にそうでしょうか？好きじゃなくてもうまくいく方法はないでしょうか？もしかしたら好きになれないことをやらない理由の言い訳にしないか。前回の動画で最強のチームとは何かという話をしました。チームというのは関係性だけではなく目標の高さが重要なんですよ。目標も低くて関係性が悪ければ烏合の衆、関係性だけ良ければ仲良しクラブ、目標は高いけども関係性がある状態を葛藤と混乱、両方ある状態を強いチーム、こんな風に定義したわけなんですが、どうしても好きになれないっていうのは実は関係性の問題ですよね。相手が好きかどうかと目標に向かえるかどうかというのは別問題なんですね。私の青春時代にヒットしたスラムダンクという漫画があってですね、今若い方実は読んだことがないという方がかなり増えていると聞いて私はショックを受けたんですけども、ものすごいいい漫画なんでぜひ読んでいただきたいんですが、そのスラムダンクに出てくる主人公桜木花道とそのライバルである流川楓、この2人は同じチーム内でありながら仲が良くないんですよね。スラムダンクというバスケット漫画、全国優勝を目指すバスケットチームの中でその主人公とライバルのルカワは仲が悪いですけども、共通の目標に向かってるんですよね。どうしたら試合に勝てるのか、どうしても好きになれないならば好きになることは諦めて、どうしたら目標が達成できるか、人ではなく目標を見る、そうすると実は悩む必要がなくなるんですね。好きになれないな、なんかうまくいかないな、あのお客さん好きになれないんだよな。でも好きになれるかどうかではなく、自分の仕事がありますよね。この仕事をうまくいかせる、そのためには好きだろうが好きじゃなかろうが、どうしたら仕事がうまくいくか、そこに集中すると好きかどうかが気にならなくなってくる。この部分嫌だな、この考え方嫌だな、こういうことする人嫌いだな、そう思ったとしても仕事は仕事、目標に向かっていく、そういうプロフェッショナル意識を持っていくと意外と気にならなくなってくる。あ、そうだそうだ、俺はこの金額を達成したいんだ、俺はこの目標を達成したいんだ、そうやって思い直してみると人の悩みでくよくよしている場合じゃなくなってくる。この考え方ができると人が好きになれないということで悩まなくて済んでくる。部下のことが好きになれない、でも好きかどうかは置いといて、どうしたら部下が成長するか、どうしたら部下が成果を上げられるか、そこに集中していく、そうすると道筋が見えてくるはずです。さあ、推奨ワークということで今回の学びをどう生かすか3点でまとめたいと思います。1つ目は知る場面を設計しましょう。おすすめなのはワンオンワン面談、1対1で話し合う場、これが一番いいんですが、好きでない人とワンオンワン1対1で話し合うって結構ハードルが高い、そういう人もいると思いますので、数値データを見てみる。あ、この人はこんな強みがあるんだ、売上の数値を見たり、その人の出勤時間を見たり、いろんなデータを見ていってですね、長所を発見しようとする、もしくは他者評価、自分が嫌いなその人は他の人から見たらどう評価をされているんでしょうか。特にですね、その人のことを高く評価している人、あいつはいいやつだよとか、あの人はすごい優秀だね、それ高く評価している人にどんなところが素晴らしいんですか。そうやって知れば知るほど、あ、もしかしたら好きになれるかもしれない、そういう人口が見つけられるんじゃないか。その上で、それでも好きになれないとしたらどうするか、人ではなく目標を見よう。その人と共通の目標が見つかれば一緒に達成を喜ぶ、一緒に満たせを悔しがる。好きか嫌いかではなく目標が一緒かどうか、あなたにはあなたの目標があって、仕事ならばそれを完遂する必要がある、そこに注目をする、その目標に引きずり込む、そうすると道が見えてくると思います。さあ、まとめということでこの言葉で締めたいと思います。人を見るな、目標を見よう。私はですね、ついつい人を見ちゃうんですね。あの人が好きになれないな、すごく好きだな、好きかどうかでいろいろ判断してしまう。そうなんですけども、目標を見るとですね、もっとその人のことが深く関わるようになる。人そのものを見るとやはり長所があって短所があって、どうしても好きになれてなれなかったりする。ですけども、自分の目指したい目標、私たちの目指したい目標、その目標を通して人を見る、そうすると人のことがより見えるようになる。チームの力で好き嫌いを乗り越える。好きになれない時はぜひ目標を見てみましょう。皆さん、組織の悩みを一つでも解消することを祈っています。
高社長のチームイー大学では、組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼はホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。